久保さん今回ね、ヒカキンにしましょうか。ヒカキン。あのね、ヒカキンの言葉じゃなくて、ヒカキンに対して言ってる人の言葉なんですけど、<laughs> ある人がね、あんな動画でお金稼いで楽してみたいなね、なんかまあそういうことを言ってたんですよ。あとは、あの動画の何が面白いんですかねとかね。よくわかんないですとかね。 うん。それは分かろうとしてないんじゃないかなっていうか、まあ、やってないんじゃないかなっていう。じゃあ楽して。本当に楽してるんでしょうかっていう。<laughs> じゃあやってみればいいじゃんっていうね。多分大変なんですよ。あのテロップ入れと、BGM 入れと <laughs>、うん。で、続けるもう10年ぐらい続けてると思うんですけど、ヒカキンさん。じゃあ10年続けられんのかっていう、ね、<laughs> だからね、人はやっぱね、 あのなんかやってないことに対して言うんですよねやってれば分かるんですよどれぐらい大変なことやってんのかとかうーんなんかそこの表面上じゃなくて裏側を知ってるんですよね裏側を知ってるからあの、まあ、相当やってんだなっていうそのほとんどの人が見えないところを見えるというか感じれるというかね だからんだろうな、うん、やってみればいいと思うんですよねだからその思考停止してでも1万サイト作ってみればいいと思うんですよその先にね見えてくるものがあるんですよでその R の思考でねアウトプットのトラっていうまあ久保さんちょっと確認できると思うんですけどウッチーさんっていう人がいるんですけどもうめちゃくちゃノウハウコレクターでもうやばかった人なんですけど <laughs> 1000今400ぐらいねなんかいろいろアウトプットしたんですよ ウッチーさん今どれぐらいだウッチーうちうち今1422のアウトプットをしてます1422回だけど今うっちーさんって、まあ、あの見てるところが変わってきたんですよでもそのアウトプット一つ一つのアウトプット内容は自分もうっちーさんも言ってるんですけどそのなんか日記みたいになってたりとかまあうーんなんだろうな まあただとりあえずやってるみたいなところもいっぱいあったりとかしたんですけどでも結局それが積もって今うちさんはうんやってない人に比べると明らかに変わってきたんですよね考え方物の見方捉え方解釈展開大きく変わってきましたでもこれもうちさん自身も言ってて <laughs> その1400回この打ち続けてきたその果てなんじゃないかなっていうことを言ってましたけどねうーん やらないと見えないものはやっぱあるんですよ行ってらっしゃい